マカハンニャハラミタシンギョさて、時は遡ることは室町時代の曹洞宗の禅僧岸井藩禅師は大隅の国の出身天佑師と号した。我が殿の国は大寧寺の筑後松陽に支持し、その法を継ぐ僧の国龍門寺を中興し、大寧寺丹波の国は養楽寺の住持を務めた。土佐国岸藩禅師五六外宗などを表した。1468年応仁2年5月の24日、同年64歳にてご自宅なされました。重ねては諸侯から江戸時代は前期の武将大名の伊達政宗殿は、寺の国米沢城城主伊達輝宗の長男、阿波最上義盛の娘義姫こと保春院、同名は梵天丸、通称は藤次郎、幼少の頃赤眼となり独眼竜と申しをされた。18歳で家督を継ぎ、畠山足なしを滅ぼし、甲州南部で一大勢力を築くが、天正18年小田原攻めに参陣して豊臣秀吉に服属した。関ヶ原の戦いでは徳川方につき、慶長8年陸奥国仙台藩主伊達家初代62万石を領有した。伊達家歴代の教養も身につけ、歯科書能茶道など当代一流のものであり、海外にも広く目を向け、家臣長谷倉常長をローマへ派遣し、欧州王として交易を画策した話は有名。1636年寛永13年5月の24日、去年70歳にてご入滅なされました。重ねては江戸時代は中後期の自学者志村東昇殿は、宇都の国は江差し郡の出身、阿波時盛浅野は中継別号に当主などを号した。阿波村淳安に学び、内江戸の昌平校に入り社長となる。寛政元年1789年仙台藩の大番士のち寿院、兄五条弟孟安と共に志村の三主従と呼ばれた。1802年享和2年5月の24日、後年51歳にてご入滅なされました。重ねては江戸時代は後期の乱暴医日野帝斎殿は、豊後の国大分の出身、行壁または印下などと号した。詳しい万里シーボルトに学ぶ。天保4年京都に開業、嘉平2年長崎から闘病を入手して中等摂取を実践し、挙党官を設立して笠原良作により越前へ、緒方豪安により大阪に分領され、首都の普及に努めた。著作には白人女等弁などを表した。1850年寛永3年5月の24日、去年54歳にてご入滅なされました。重ねては幕末の尊攘運動家井田利之助殿は、成果は越後の国は高田の海鮮丼や、名は義連、変名は小松正一郎、または名越源八、儒学と国学を学び高田藩奉行代取締りとなる。戊辰戦争では北陸会津の情勢を探り、新政府軍の長岡城攻撃に先導役を果たした。
1872年明治5年5月の24日去年27歳にてご夭折なされました。されては明治時代の南画家菅原白龍殿は出羽の国の神官のもとに生まれ、本名は道を後に元道、別号には日足院主と号した。福島の熊坂敵山のもとに通って南画と中国古籍を学ぶ。また父道英に国学、上杉家の儒者山田角道に漢籍を学び、聖火の白龍山門林院にちなんで白龍と号した。新語上京して奥原聖子ら門人仏閣と交わり、明治11年1884年東洋絵画会結成に参加。21年からその機関誌絵画総誌の編集にあたる。銀河に四条派や諸話を折衷した山水画を描いたが、明治6年の石上揮毫の際、安田老山がこれを和紙終わりと難じたことはよく知られている。1898年明治31年5月の24日、去年66歳にてご入滅なされました。されては幕末から明治時代の官僚政治家の渡辺幸喜殿は越前の国福井の出身、石渡辺清庵の長男、佐藤俊海福沢諭吉の塾で医学洋学を学ぶ。戊辰戦争では旧幕府方に従うが赦免され新政府に出資。明治4年岩倉県外使節団に随行、外務省太政官に勤め、元老院議官、東京府知事、帝国大学初代総長などを歴任。25年衆議院議員、後貴族院議員に、政友会創立に参画した。1901年明治34年5月の24日、同年55歳にてご入滅なされました。それでは幕末から明治期の武士管理の松平太郎殿は、本名は正親、明治元年1868年1月の鳥羽伏見の戦いに敗れて江戸に帰り、陸軍奉行並みに任じられた。同年4月、旧幕府軍を率いる大鳥喜助を下野の国今市に訪ね、資金を渡して自重を止めた。8月、榎本武明らと共に軍艦を率いて江戸湾を脱出し、仙台で大鳥らを乗船させ函館を占領。12月副総裁に選出された。12年5月政府軍の総攻撃に際し、函館奪回の隊長として奮戦したが敗退。降伏して榎本らと東京へ送られた。同5年の徳赦の後新政府に出仕した。1909年明治42年5月の24日、去年71歳にてご入滅なされました。重ねては幕末から明治の時代を生きた実業家鳥居駒吉殿は、泉の国は堺宿院町の穀物問屋泉屋伊助の次男、父は文教2年1862年堺貝町に分家して酒造業を開始した。馬吉は明治3年1870年家督を相続し、12年には堺酒造組合総代となる。18年松本十太郎、藤田伝三郎、外山修造らと阪海鉄道を設立。31年に南海鉄道に合併された。31年から39年南海鉄道2代社長となる。20年には外山松本のほか、石崎喜兵衛宅徳兵衛らと共に大阪ビール会社の地の浅井ビールを設立し、初代社長に就任。
39年には大阪ビール、日本ビール、札幌ビールが合併して大日本ビール株式会社となった。その初代社長への就任を請われたが病のために辞退した。1909年明治42年5月の24日後年57歳にてご入滅なされました。なされては明治から昭和初期を生きた土木技術者、政治家の久米民之助殿は大月の国は利根郡の出身、法部大学校現在の東大工学部の前身を卒業、東京御造営事務局御用係を得て法部大学教授となった。その後大蔵組に入り佐世保鎮守府の建設工事を担当、次いで満館企業株式会社取締役に転じ、土木建築会視察のため東洋欧米を巡遊、帰国後工事測量設計監督官邸など土木建築業に従事した。また第5回総選挙以来代議士となり当選4回を数えた。1931年昭和6年5月の24日去年71歳にてご入滅なされました。最後に本日の御期日をお迎えになられました。歴史の陰に隠された名もなきすべての先人尊領からの大いなる恩恵により現代を生きる我々の血肉となり魂の継承をさせていただいていますことを心より感謝をいたします。合唱。